こんにちは、つっちです。たっくんです。今日は球の捕まえ方、ボディターンでの球の捕まえ方について今日はたっくんと喋っていこうかなと思います。大事だね。大事なやつ。これめちゃくちゃ大事なやつだよね。これスイングの角なやつ。そう。こうやって捕まえるのか。捕まえるのか。体で捕まえるのか、ボディで捕まえるのかっていう肝大事なとこだよね。ボディターンで捕まえるイメージの作り方をちょっと今日はお伝えしたいなと思います。でまず球を捕まえる動作の時に一番多いのがこれ、球捕まえるって手を返す、これが非常に多い。だけど実際球捕まえる動作っていうのはこの前の動画にもイメージシャフト勉強会の動画にも載ってましたけど、これが球捕まえる動作、この平らのところの平行のところからクラブが一瞬持ち上がる動作、そう、これが球捕まえる動作で、この球捕まえる動作って言った時にやっぱりイメージ湧かないと思うんですよ。この動きだけで本当に捕まんのかよってね、思うよね。で本当に捕まんのかよと思うんですけど、この動き、胸を下に向ける動作と同じなので、一番伝えるので分かりやすかったなっていうのがテニス。テニスで胸の高さのボール、ここにあるこう飛んできたボールがこの位置で球を打つ時に胸が上を向きながらこうやって打ったらホームランね。胸を逃がしたそういった方向って絶対行きますね。すっごい遠ね、高いところ行くよね。行きますね。それを捕まえるって言った時に絶対どうやってる？ハイバウンドしたボールをこういう状態で球を下にボールを捕まえに行くはずなんですよ。でその時の動きが今のこの状態から左のこの脇腹かな、この脇腹をこっちに側屈させるよね。こっち左側に側屈させることによって腰もちょっと後ろに行きます。これが球を捕まえに行く動作になってる、この動きが。よく突っ込む、そうそう、体突っ込むっていう人はこっちがこういう動作じゃなくてこっちに倒れる動作だけやると体突っ込むけど、球を捕まえるっていうのはこういう状態なの。それができればボディで球を捕まえることっていうのは容易なんですよ。まあ、実際打ってみて大げさにやったらわーってなりますけどすぐ分かると思いますけど、イメージとしてはこの状態。さっきも言ったようにテニスの胸の高さのボールを下に打たなきゃいけないって言って、球を捕まえて下に打たなきゃいけないっていう時の体の使い方って絶対こういう風に動いてくるんです。左肩の方が下がって左の腰の方が低い状態を作ってあげられるから、クラブが逆に持ち上がってくる動作が入る、結果球が捕まってくるっていう風に思ってほしい。前回あれですよね、やってましたもんね。右手に右腰の前にこうセットして、あ、そうそうそう、一回ボールを左に飛ばしてみましょうって言って、ただその時のクラブヘッドの動きが本当に左飛んでる時っていうのはこっちにクラブヘッドも左に、飛球方向よりも左に行くとそうけど、こっちに本当にパンっていっちゃったら、まあ左に飛んでちょっとスライダーするかもしれない。ただ今言ってたのはここから。シャフトはそんなに自分からこっちに引っかいてないですよね。そう引っかきないですよね。クラブも全部こっちに引っ張るんじゃなくて、これ結構勘違いする人多いと思います。今の話だったら一回段階としてはどうなんですかね。段階としては左に飛ばした方がいいんですよね。まずはそう、まず左に飛ばす練習しますと、まず左に飛ばしてほしい。そうすると体の使い方がわかるんで。その後これをまっすぐ飛ばそうって言った時に、ここだけだったら左に行ってちょっとスライスするかもしれない。この動きから体を持ち上がってくることによってクラブが左に行くんじゃなくて体の前で起き上がってくる。なるほど。こういう状況。だから実際フェース開いたままだけど球が捕まる。ってことはクラブに下ろさないんですね。クラブは下ろさない。クラブなんか下に下ろしちゃダメだよ。ダウンさせない。ここからもうそうやって持ち上がる。これめちゃくちゃわかりやすいですね。だってこの状態から前傾したらボール届きます。そういうことですね。この状態でここ振ってるってことは前傾したらここ振ってるんです。そしたらクラブも引っかかないで自然とこう出てくるんです。今からちょっと球を打ちます。でこれ大げさなやつ、大げさなやつだから 100% こうやって打てってわけじゃないないんですけど、特にスライスに悩んでいる人は手で返すんじゃなくて体で捕まえる、この大げさな動きを覚えてほしいです。かっこ悪いスイングしますからね一回やってみましょう一回これで球捕まえてみてくださいこのフィニッシュこれうおーってなりますけど、実際そうやってできる人まれです。で今後ろからの動画も今撮ってると分かると思うんですけど、ものすごい左に引っかかったと思うんですよ。球を捕まえるっていうのはこういうこと、これが大げさにやったやつだから、実際本当にやっちゃった時って本当に引っかかります。あんなに引っ掛けちゃっていいです。引っ掛けられるのであれば、そしたら体で捕まえるって動作が分かります。これやったら実際捕まるんだな。今の動きをしてもあれって言ってまっすぐ飛ばす人もいるんです分かる？分かる、めっちゃ分かる。特にスライスに悩んでる人はめちゃくちゃそうなる。それでまっすぐ行くのが多分最初不思議になる。そうてかかっこ悪いけどってで、まっすぐ行くってことはそんなにかっこよく悪くないんでね。悪くない。そう、かっこ悪くないんでね。実際スライスする人ってこうだから。そう、めっちゃわかる。だから手返そうとするんだよね。クラブ落とし切ってから逃がしてスライスですよね。こうだからね。そう。逃がしてからのこうだよね。ああ。イメージは確かにテニスのハイバウンドの球を打ち返す感じですよね。ハイバウンドの方を打ち返す感覚が、これが球捕まえる、すっごい大事なこと。これができたら本当にスライスなんかしない。そうですよね。これできたらスライスなんかしない。だから手を返してスライスもやろうとか全然しなくていい。この動きができたら絶対スライスしないから。絶対しないですね。めっちゃ引っ掛けるけど、最初は引っ掛けるけど、これでも引っ掛けていい。だからこの動きをしたら引っ掛かるっていうことを頭の中に入れてあげるだけでいい。ステップとしてはまず引っ掛けて、引っ掛けすぎてるって時はやっぱりもともとのこう返し癖が入ってる、返し癖がついてる時ですね。なので今、特にスライスに悩む人はこのドリルをしてほしいのと、球捕まえるっていう、もちろんドローで悩んでる人も球をこうやったら捕まるっていうことが分かると、手先だけで振って捕まえていくのも治ってくると思います。なのでぜひこのドリルやってみてください。今の話の準備段階として右腰の横セットからのやつも、あれも実は見てほしいです。あの動画もこの状態からセットして球を、あれ今の動画をちょっとセットにしてみていただくと、なるほどと分かると思います。この動画が良かったと思う方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あとコメントだね。答えられる範囲で、はい、お答えしたいと思います。で、あと動画とかでもね、コメントの方の動画も作っていきたいと思うので、どしどし書いてください。お待ちしてます。あとインスタグラムと LINE アットもやってるので、LINE アットの方は、いろんな情報をちょっとどんどん流していけるようにやっていきますので、ぜひ登録の方よろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。